中国南方航空は中華人民共和国の航空会社。英文表記を読んでチャイナサザンとも呼ばれるほか、中国では略して南渡ると呼ばれる。中国国内での規模が最大の航空会社である。赤色もマークは東南アジアに植生するカッポックの木をモチーフにしている。1991年に旧中国民用航空総局の公衆管理局を引き継いで 甲州を拠点に設立。中華人民共和国における国際線及び主要国内線を運航し、休眠後継航空会社の中でも最大規模で旅客数、便数、飛行時間、売上高、定期便旅客キロ数等で中国最大を誇っている。2007年11月15日にスカイチームに加盟したが2018年12月31日をもって脱退した。 この脱退は、カタール航空が手引きしていた可能性が高いとする意見もある。2017年にアメリカン航空から、2019年にカタール航空からとワンワールド加盟会社の趣旨を受けたことから、ワンワールドに加わるとの見方も出ている。脱退後もスカイチーム加盟会社の多くとは個別に提携を継続する一方で、ワンワールド加盟会社等とも提携を拡大する。 2020年1月2日より、ブリティッシュエアウェイズとの共同事業を開始。中国南方航空グループ参加に、アモイ航空、スワトー航空、厚生航空、主海航空などがある。日本には1995年9月より乗り入れを開始し、ジャストコードシェアを開始したが、2003年3月30日より、ジャルとのコードシェアに変更となった。2019年9月現在、 中国南方航空の機材は以下の通りである。この一覧は未完成です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。主に長距離路線で運行されている A330、A380、B787 の3機種はファーストクラス、ビジネスクラス、エコノミークラスの3クラス制で A330 と B777 から 300ER は プレミアムエコノミークラスを加えた4クラス製で構成されている。B777 の一部と近距離、中距離国際線に使用されている機材ではビジネスクラス、ファーストクラスプレミアムエコノミークラス、エコノミークラスの3クラスで構成されている。A380 のファーストクラスは完全個室タイプのプラチナプライベートスイートを8席搭載。また A380 の ビジネスクラスは180度フルフラットになる1から2から1配列のスタカードタイプで B787 では180度フルフラットになる座席を2から2から2配列で搭載されている2014年に B777 から 300ER の初号機を受領した際機内エンターテインメントシステムはタレスャ製のトップスリスアバンを搭載している中距離 長距離路線を中心に本場の中国料理や西洋料理の機内食が提供され、一部路線のエコノミークラスでは日本式のそばも提供される。このうちユダヤ京都のためのものは、甲州、北京発欧米長距離路線とオーストラリア行きに限って搭乗便の48時間前に、それ以外は搭乗便の24時間前にコールセンターへ電話申し込みを行う必要がある。 2008年、日本人客室乗務員33人を採用し、主に、甲州、成田、関西、大連、成田、関西間などの日本路線に乗務している。2018年にスカイチームから脱退したが、引き続き、スカイチーム加盟各社との提携は維持している。さらに、下記の航空会社と提携している。ありがとうございます。